池田恵美のリファーラルフォーライフ。時刻は十時三十分を回りました。皆さんこんにちは。池田恵美のリファーラルフォーライフのお時間となりました。この番組は面白いよ形にの AI プランニングと壮大なビジネスと雄大な人生をつかむ起業家コミュニティを創造するアセンティブジャパンの提供でお届けしております。 パーソナリティは一生もののリファーラルを提供することで働く時間を半分に収益を倍にするお手伝いをしております。ビジネスココーーチリファーラルルマーケティンングコサルの池田あゆですこの番組はリファーラル紹介を通じてビジネスや人生をより豊かにしたい方にお役に立つ情報やとっておきの素敵なビジネスパーソンをご紹介する番組です。双方向でお伝えしていきたいと思っております。 番組では皆さんのメッセージ、ご要望、ご質問、どんどん募集しております。メールアドレスは 797-at-mark-fmguino-1.com797-at-mark-fmguino-1.com までお願いいたします。スマートフォンでもお聞きいただくことができます。ツーキャスやリスダージでも配信しています。ぜひ、fmguino-1 を検索してお聞きくださいね。 アプリケーションを、えー、ご覧いただいてそしてツイキャスからもコメントお待ちしておりますはい今月は FM ギノワンさんがスタジオの工事のため収録でお届けさせていただいております 2月もね、えー、もう最終週ということで、えーまあ、最近ちょっとね、皆さんのコメントが拝見できなかったのが、本当にね、この1ヶ月寂しかったんですけれども、まあ、皆さんはね、まなみさんの声も聞けなかったのが寂しかったですよね。来週はね、工事が終わって、いよいよ生放送再開となります。もう少しだけお待ちくださいね。 まあその間、えー、ぜひ「f m 麦のワン」にメールをお送りください。おお待ちしております、まあ、今週も、えー、ですね、えー、私は埼玉県草加市からお届けしてるんですけれども、草加は今日もすごい寒いんですよね。まあ、先週、ちょっとね、東京では雪がちらほら舞っていたんですけれども、何日かあったかい日が続いてたのに、一気に寒くなっちゃって。 本当、ね、こういう時って体調管理が難しいので皆さんもね、体調を崩さないようにお気をつけくださいね。まあ、このところ夜がすごく冷えるので我が家の、ね、拝見のチワワのピーチちゃん2歳半になるのかな、うん、がもうベッドの中にこう潜り込んできて一緒に寝ています。 もうなんかね蹴っ飛ばしそうだったりこうふ、ねあのー、潰しやすそうなのでぶつかんないようにとかなんかね寝ながらも結構ね気使うんですよねだから私の方が睡眠が浅くなっちゃうんですけどもちょっと重いし、まあ、でも暖かいし、ねえー、私もそれはそれで幸せな気分なのでよしとしましょうっていう感じですけれどもね、えーまあ、こういう寒い時はお布団の中って一番気持ちいいですからねわんこも同じなんですよね。はい 皆さんはね、えー、まあ、寒いからもしかしたらね、なんかこう温まる、うんなんだ湯たんぽ入れたりとかいろいろしてるかもしれませんけど、私はあのピーチちゃんが湯たんぽ代わりになってくれています。はい、えー、今日はですね、あの私自身もね、えー、セミナーとか、えー、コンサルを提供することで。 多くの経営者さんの方々のサポートをさせていただいてるんですけれどもその研修とかねセミナー受講の時の極意についてねお話をしようと思ってます皆さんもいろんな、えー、研修とかセミナーとか勉強会とかねご参加されたことがある方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますがその時を是非思い起こしながらねお聞きいただければと思いますあの実はね私今年から 改めて、えー、ちゃんとこうマーケティングを学びたい、最先端のマーケティングを学びたいと思いまして、お二人の先生から、えー、ご教授いただいております。お一人は15万部の著者で ビジネスコーチ、バイオハッカーでいらっしゃる井口明先生ですね。ぜひネットで、ね、検索されると、もうすぐお,あのお名前出てくると思います。井口明先生。もう一人は著書も,もう20冊を超えて、マーケティングコンサルや俳優、ね、最近は、ね、映画でも、えー、大活躍なんですけれども、ラジオパーソナリティでもある船ヶ山哲先生です。このお二人に今私はですね、えー、もう奥越えになっていくための。 えーまあ、学びを受けています、まあ、お二人とも私よりもずっと若いんですけどそうですね、花ヶ山先生でももう20億とかね、えー、井口先生はもっともっとその何倍もあの売り上げを作ってるような、ものすごいあのマーケッターですし、ミリオネアででいらっしゃるんですよねで私もマーケティングコンサルなんですけれども。 なのでもっと高い視点からこう見られるようになりたいなっていうのはずっと感じていました。自分のビジネスだけじゃなくて自分のビジネスを成長させるのは当然なんですけれども受講生やコンサルさせていただいた方々が奥超えをしていく独立起業家になっていってもらう、まあ、そういう人たちをたくさん輩出するためにはどのように導いていったらいいのかなっていうのが、まあ、私のねちょっと最近の課題だったんですよね。 なので、えー、皆さんにもさらに高めにね、えー、登ろうって考えることってあると思うんですよね、まあ、そんな時皆さんはね、えー、お聞きの皆さんはどうしますかもっともっと高めに登っていきたいってどうされますかね、まあ、これはいろんな方法があると思うんですけれども私が考える一番の方法ですねこの成果を出していく一番の方法はというとすでにその道を通って 成功した人に習うというのが一番の近道です。すでにその道を先に通って成功した人に習うのが一番の近道です。なので、ただ通ったというだけじゃなくって、先に通った経験があって、さらに成功している人ということが大事なんですよね。えー、あるクライアントさんが ものすごく大きな成果をつかんだというふうにお聞きしてめちゃめちゃうら嬉しかったんですよね。で、その方と昨年ちょうどね、えー、久しぶりにあのお会いする機会があって、いや、実は昨年1億円達成したんですと、そして今年はもう3億が見えてるんですというふうにおっしゃってました。いや、もう嬉しいと同時に驚きましたけれど、この方はですね、もともとすごく 実直にね学んでいらっしゃってえ、まあ、いろんな講座も受講されていらっしゃいましたで私のところでもきちんと学んでそれをおー行動に移していらっしゃったとっても素晴らしい成果を出した方だったんですね。なので、えー その方が引き続きこう努力をされてるっていうことは何の不思議でもなかったんですけれどもただ私のね、えー、サポートの中ではもう満足せずもっともっと高めにいこうと努力をしたところある先生と出会い、まあ、一気にミリオネアになったそうなんですよねあゆみさんにもこの先生会うと思いますよっていうふうにお勧めいただきました、まあ、それが先ほどお話ししました井口明先生と船上 長山哲先生ですねで昨年末説明会に行って正直に私全然申し込むつもりは全くなかったんですよね。なんですが気づいいたたら申しし込みの列に並んでいました <laughs> 会場に私を含めて6人がいたんですけど6人全員が申し込みしていていこれは何だって思いましたね。 もう私自身もセミナーを販売しているので説明会の流れとかこの後どういうふうに導いていくとかっての当然知ってるしやってもいるんですよねだけど、この制約率100%っていうのはあまりに華麗で売り込み感全くなく自然な流れでもうなんかねエレガントでしたね。 あんまりにも信じられない状況で、本当ね、もう一言、すごいっていう感じでした。何が起こったんだろうっていう感じだったんですよね。で、まあ、当然ですけども、こういった先生方のセミナーなんで、工学のセミナーなんですね。なので、もう最初ね、もともと受けるつもりないで行ってるので、どうしようかなと清水の舞台から飛び込むつもりで、えー、申し込みをしましたけれども、まあ、 そのそこから一ヶ月して、えー、最初の合宿の時だったんですけれども、さ八十人を超えるまあ独立起業家が集まっていてものすごい熱気でした。私はどんな講座に参加する時も心がけていることがあります。まあ今までいろんなビジネスセミナーとか研修とか。 えー、講演とか、もういろんなものを私も受けてきています。でそこにね、えーまあ、数百万何千、何千万まではいかないけど、まあね、1000万を超えるぐらいの投資は当然してきているんですよね。うん、で、えー、そういう講座に参加するときに心がけていること、それはまず一つ目は、開始1時間前に会場入りするということです。開始1時間前に会場入りするとということ これ普通ね、えー、開始時間の1時間前っていうのは講師が会場入りする時間なんですよね。ですが、私は講師と同じ時間に会場入りします。まあ、そうすると、講師ってどう思うと思います、うんまあ、絶対的に印象に残るんですよね、一番乗りでやってくる人っていうのは。で、その受講生がもうね、目に留まるようになってきます。 これ私も講師の立場なのでそれ感じることがもう何度も何度もあります。えー、先ほど、ね、ご紹介したこの講座をご紹介いただいた方も開始1時間前に毎回来る方だったんですよね。なので私にとってもすごく特別なクライアントさんになりました。なので私も会場よりも1時間早く入って、えー、います。 会場時間より1時間早く来る人ってよほど期待してるとか絶対何かを使うぞとかやるぞーって気合入ってる人なんですよね。自分の講座にそんな気合持って、えー、来てくれる受講,さんに受講生さんに対してはなんとか成功に導いてあげたいって講師側も思っていきます。うん、だから私ははやると決めた講座には 会場1時間前に到着するように、えー、していますそしてまずはね講師にご挨拶させていただきます今回私も先生にご挨拶させていただきましたびっくりしてらっしゃいましたけどねで、えー、1時間前に行くとまだ会場が準備中のところっていうのもあるんですけれどもまあ、そんな時は出てたいね、えー、もう少し、えー スタートまでお時間あるのでローカルお待ちくださいとかっておっしゃられるんですけどあ、あのー、だったら何かお手伝いできることありませんかって言って、えー、ちょっと私もね一層並べたりとかっていうこともお手伝いしますそうするとスタッフの方にも覚えていただけるようになるんですね、うん、これってね、えー、スタッフとこう身近になるっていうのはこう受,受講してる時もすごく安心感があるし、えー、スタッフの方たちも えー、少しこう受講生と距離が近くなるっていうことは実はすごく嬉しいんですよね。うん。そして私はもう一つやることがあります。それは最前列で受講するということです。最前列で受講する。これね、もう全然集中力が変わってきます。断然変わりますよ。まあ2列目以降だと、まあ、正直ね、他のことに。 意識が飛んでいってしまうことも起きちゃうんですよ。なので、最前列だと、そんな隙を作ることもないままに、ずっと集中することができます。うん、最前列。もう常にね、講師にも見られているんですよね。視界には絶対入るんですよ。うん、なので、えーまあ、見られてるっていうふうに、私の方も、 緊張感があってて集中しし受けるることができるし講師の方もねあもうずっとこうね熱心に前でいてくれるなと思うとやっぱそこに緊張感っていうのがあるんですよね。でだんだん気持ちよくなっていつも話さないことまで余分に話したりとかっていうのも講師もやっぱそのどんどん乗ってくるとね話すようになったりします。うん、そして、えー、私は、ね、いつも心がけてるのが講師の先生のお話うなずきながら聞くようにしてます。 これね講師ってめちゃめちゃ話しやすくなるんですよ。つまりね、反応が見て取れるっていうのは、すごいこう次に進めやすくなっていくんですねで。うなずきながら聞いたりとか、またたまに分かんないなっていう時には分かんないっていう顔をします。そうすると、そこを繰り返し、あ今、もう一回言っといた方がいいかなとか、ここ、強調した方がいいかなとか、講師もやっぱその反応を見て変えるんですよね。これ、すごい重要なんですよ。 せっかくお金も時間も労力もそこに投資して受けてるんだったらよりいいものを受け取るために実は受講生側もここに協力するっていう姿勢がすごい大事なんですよね。あとはもう私めちゃめちゃメモを取りますよくあのパソコンでメモを取る方もいらっしゃると思うんですけどおすすめはちゃんとノートに自分の字で書くことですね。 これ私の講座では全員、えー、手,で手で書いていただいてます。パソコンとかタブレット使う方いらっしゃいますけど、これね、記憶に残りにくくなります。手で書いた方が記憶に定着するっていうことも脳科学の中でも証明されているんですね。でまたこのノートを見ると、その時の字で 自分の感情とかも読み取れるようになるんですよ。あとあと見返したときに。これもすごく情報として重要なんですね。自分のアップデートのために。なので私は自分の字でめちゃめちゃあの書いていきます。まあ、そんだけ、ね、熱心にいいいっぱい書ていてる姿を見見たら、講師も反応が見て取れ 取りやすいっていうのもあるんですけれども、えー、やりやすくなるし嬉しいポイントになってくるんですよねだからやっぱ講師とのラポールを取っていくために、えー、こういうことをします講師の先生が受講生とラポールを取るってよく聞くと思うんですよねでも実は、えー、受講側の生徒の方からもラポールを取っていくことってできるんですよつまりそこに自分が えー、ただ出席してるんじゃなくって参加していくってことですね単なる出席じゃなくて参加していくことこれで全然そのセミナーの内容勉強会の内容の吸収率っていうのが変わっていきます。でそんだけね熱心に えー、一生懸命書いてたら分、まあ、かんないこととかちょっと自分が追いつけなかったこととか書、ね、き取れなかったこととかっても出てくるんですよね。そういう時に後で先生に休憩時間に「すいませんここどうしても聞き逃しちゃったんですけど教えてください」とか「すいませんここがちょっと分からなかったのでもう一度教えていただいていいですか?」っていう質問もしやすくなります。質問されるとやっぱり講師もそれに答えよう全力で答えようとします。 なので、その質問の質っていうのも、講師が、あこの人、こういうところまで受け取ってるんだとか、あここがちょっとあの、この人が分かんなかったってことは、全体にも分かってないのかなと思ってね、そこをちょっとね、えー、もう一回、復習を兼ねて、振り返りをしてくれたりなんていうふうにもなっていきます。なので 講師が一方的に伝えるんじゃなくて、それを受け取った方もここがわかんないよとか、ここをもう一回言ってほしいよっていうのを自分の態度で示すことによって、このセミナーっていうのも全然受け取り方が変わってきます。まあ、セミナー受講してね、人生にとっても大きな影響を受けて、人生が変わる人っていうのもたくさんいらっしゃいます。私も今までにそういうセミナーっていくつも経験しています。素晴らしいなっていうものがたくさんありました。 私自身が実際に大きく人生が変わった講座があります。それは私が初めてアメリカでこのリファーラルマーケティングの講座を受講した初日からものすごい衝撃を受けてきたんですよね。もっとしっかり学びたいもう英語だったんでね全部を理解しきれない自分の英語スキルの、えーね、乏しさに本当に悔しい思いをして何度も何度もアメリカに行って学びました。 なので、リファーラルマーケティングを私に教えてくださったマイズナ博士もそうですしア、アセンティブの初代プレジデントのマイク・マセドニオやドン・ライオンズ、エディエス・ポジトなも、かも、分からないながらも食いついていく、そして何度も何度もわざわざ日本から毎回受講に来る私を。 見て、やっぱりものすごいバックアップをしてくれて、えー、どうしても時間の都合とかがあって、先に行かなければいけないときは、歩み終わってから個別にお話しするからねとかね、フォローしてくれたりですとか、えー、特別にオンラインで、えー、ミーティングをさせていただいたりなんていうこともありました。なので、自分の参加態度っていうのもすごい、えー、大きく影響,を影響するし、まあ、自分がそこを作っていけるところですね。 まあ、私自身が、えー、本当に自分が学んで人生が変わりましたしその結果今多くの人にビジネスもプライベートも輝くものを掴んでいただけたり全国に仲間ができたり、まあ、本当はですね私自身が、えー、学生の頃ね留学行って海外留学できたらいいな。 思っていたんですがそれは叶わなかったのでそんな夢が今この、ね、大人になって国際組織を動かすことができるような立場になって違う形ででグローバルを経験すす。ることができていますアメリカに行って学んだ時も英語が本当に難しかったんですけれども最前列で毎回受講してました。 後ろの方に引っ込んで隠れていたらきっと私は分かんないことを分かんないままにしているしもしかしたら今私はこのビジネスをしていなかったかもしれません分かんないことが恥ずかしいことでも悪いことでも何でもありません知らない分からないことをそのままにしておくことの方がリスクですよね知らないこと分からないことこれは むしろチャンスです伸びしろがいっぱいあるということ今私が指示、えー、してご教授いただいている井口明先生がおっしゃったことで私があこれすごい素敵だなって思った大好きな言葉があります。それは怖いって思ったら行ってみる。迷ったらやってみる。ね。 言おうかどうしようかなって思ったら言ってみるとかねやろうかなどうしようかなって迷ったらやる行こうかな行くのやめようかなそう思った時には行くこの思考が人生を変えるっていうふうにおっしゃってましたもう同感ですもうやらないという選択肢もあるかもしれません皆さんの中にね でもそういう選択肢をやらないという選択肢を取る人はこれからもチャンスが来た時にやらない選択をしますこのやらないという選択っていうのは自分をねせっかくの目の前に来たチャンスから目を背けてしまうことにもなっちゃうんですよねこの選択というのは日頃から選択するという訓練をしてないといざっていう時に発揮できないんですよねなので 怖いと思ったら生き迷ったらやるぜひ皆さんもね、えー、これ、えー、チャレンジしていただきたいと思います私はこの先生方が奥越えのセミナーまあもうもちろんね高額だし最初は本当に、えー、受講する気全くなかったんですよねでも素晴らしいものだということと 私が信頼するクライアントさんが成果を出したこと、そしてその方が紹介してくださったということで、間違いないという信頼がありました。とはいえ、やっぱり迷いました。ねなので,えー、ですが、まあ、気づいたときには、ね、やりますというふうに答えていました。私は自分自身の直感というのも信じています。そして自分で決断したので、貪欲に学び、成果を出す。 私自身もミリオネアになるぞとそういう覚悟を決めて今この講座を学んでいますそして、えーね、1時間前に会場入りして最前列で学ぶことそれで自分自身でね約束をしてる感じですね毎回これを果たしていってものすごい情報量をインプットしていますもうねほんとねいっぱいありすぎて頭がついていかないんですよね で入ったことをこう整理する時間もないまんま、えー、次に次にっていう風になっちゃうので、私はちゃんとそこを整理するために毎朝ジョギングもしてるし、毎日やるべきこと一つずつ実践しています。この世の中に失敗っていうのはありません。これはね、うまくいったことと行かなかったことっていう結果が出,出ただけなんです。うまくいったことは継続してやっていけばいい。 そしてうまくいかなかったことは改善すればいいだけですさあ皆さんがインプットしたことをぜひ実践して成果につなげていってくださいね、はい、では番組からのお知らせですアセンティブジャパンは今年2024年からアセンティブアカデミーとしてリニューアルいたしましたより実践と成果を出しやすい環境そしてステージアップへのアドバンスプログラムを充実させております 紹介を自ら生み出し、恒常的に流れ込むあなたのリファーラル、パイプラインを敷き、紹介が途切れないような戦略を作るお手伝いをします。体験セミナー説明会は毎月15日、えー、14時から開催しています。次回は3月15日ですね。ご希望の方はぜひアセンティブジャパンホームページからお申し込みください。今週もお聴きいただきましてありがとうございました。来週は、 生放送の復活です。ぜひツイキャスやリスラジで、えー、リアルにお聴きいただきコメントもお待ちしております、えー、今週今日は1週間の始まりです素敵な1週間と1日をお過ごしくださいアメイジングビジネススペクタクラライフお相手は池田あゆみでしたまた来週お会いしましょういってらっしゃー、はい